小林誠也と安田雅史の初めの2分。皆さんこんばんは、安田雅史です。今回も相方の小林さんはお休みということで、僕一人でこの番組を進行させていただきます。前回も申し上げましたが、いつも以上に噛んだり詰まったりと、皆様のですね、お聞き苦しいことがあると思いますが、皆様にとってですね、お聞き苦しい点もあると思いますが、頑張っていきますので、どうか最後までお付き合いください。ということでですね、今日は4月15日です。早いものでもう4月も半ばです。ようやく春になったかな、桜は満開かな、花見かなと思っていたら、もう2週間後にはもうゴールデンウィークということでですね、今年のゴールデンウィークはなんと10連休ということで、嬉しいんですが、こんなに休みがあっても、実際何をすればいいのか迷ってしまうのも、一つの悩み、贅沢なんですが、ですね、おそらく、僕は仕事だと思いますが、やはりちょっとは例年以上にゴールデンウィークの気分を味わいたいなと思います。皆さんは、いかがでしょうか。ただゴールデンウィーク、この時期を過ぎると、最近は社会人の方ではなく学生の方も、5月病と言われる、何でしょうかね、長い休みが続いてしまってやる気が出ないみたいな感じのことになってしまうというケースが多いらしいんですが、どうか皆さん、日本語的には正しいかわからないんですが、どうか頑張らずゆっくりお過ごしください。例えば手前味噌になってしまいますが、この番組初めの2分を息抜き時間にしていただければいいのかなと思います。さて、改めて僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年栃木県生まれで、高校までは野球一筋で やってまいりました。現在はですね、ドラマや映画のですね、エキストラや、たまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。将来は皆様の記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいなと思っております。それではよろしくお願いします。まずは一つ目のコーナーは、思いっきりゲーマーのコーナー。このコーナーはゲーム好きな僕が独断と偏見で過去にやっていたゲームや、今流行っているゲームをいろいろご紹介させていただくコーナーです。リスナーの皆さんもこのコーナーをお聞きになって、あ、このゲーム知ってる、うわ懐かしいな、など思っていただけると嬉しいです。さて、今回ご紹介するゲームは2016年リリースのスマホ向けゲームアプリの遊戯王デュエルリンクスです。ジャンルは対戦型カードゲームです。この遊戯王はですね、高橋和樹先生による漫画が元になっており、その中で、出てくるカードゲームが実際にトレーディングカードゲームとして発売されている、国内外でとても人気のあるカードゲームなんです。ちなみに2009年にギネスワールドレコーズに世界で最も販売枚数の多いトレーディングカードゲームとして認定され、さらに2011年には記録を、自己更新し、販売枚数を251億7000万枚を突破。そんな人気のあるカードゲームが、スマホのアプリとしてできるようになったのが、このゲームなんです。基本はですね、1対1で対戦する、ゲームなんですが、各プレイヤーは、20枚から30枚、場合によっては変わってしまうんですが、基本20枚から30枚のカードを、自由に組み合わせたメインデッキと言われる、デッキですね、を用意します。さらにですね、エクストラデッキと呼ばれる、特別なカードを、必要に応じて用意します。プレイヤーの耐久力、ライフポイントと呼ばれる数値が、表されるんですが、初期値は4000ポイントですね。でゲーム中に増減し、上限はないんですが、下限の0となったら、負けという、こういう基本的なルールはこうですね。でそしてその0にするために、相手のライフポイントですね、0にするためにさまざまなカードを駆使して、ゲームをするという、ものになっております。なぜこのゲームをご紹介するのかといいますと、
一つはですね、世界中の人と、まあ、対戦できる、まあ、最近流行りのオンラインゲームですね。まあ、日本の人だけではなく海外のいろんなその遊戯をやっているこのゲームで対戦できるということで、それはなかなか楽しいですね。そして、まあ、これも、アニメ好きの僕の一意見かもしれませんが、まあ、アニメのキャラクターを、まあ、実際に操作してですね、しかもですね、これはですね、アニメのキャラクターが一部ですが喋ってくれるんですね。その演出もなかなかかっこよくて、まあ、このアニメを、まあ、見ていた僕からするとちょっと胸熱な、本当にテンションが上がるぐらいの、ゲームになっているんですね。そしてですね、まあ、この、まあ、先ほどトレーディングカードゲームとして発売されていると、ご紹介させていただきましたが、まあ、僕も実際に小さい頃に、まあ、やっていて懐かしいなと思って始めたのが、まあ、このゲームをやったきっかけなんですね。まあ、このゲームに影響されてしまって、まあ、最近はですね、まあ、この実際にトレーディングカードゲームの方を、まあ、買って、もう僕も実際に、やっているという、まあ、影響を受けやすいんだなっていうふうに今思えば僕はそう思いますね、本当に。でこのゲームですね、実際にトレーディングカードで使っているカードが、ゲームアプリ内で使えるので、あ、このカードこうなんだと思ったら、その実際にトレーディングカードの方を実際に僕も買ってしまうという、なんでしょうね、この金、お金を使ってちゃう、なんでしょう、このサイクルが最近出来上がってしまって、僕的にはちょっとこれをどうやって止めようかというのを模索しているんですが、まあ、それをこうやったらいいよみたいな、話を、していただければ、メール、お便りの方で待っていますので、ぜひぜひ、お便りの方、募集しております。ということで以上、思いっきりゲーマーのコーナーでした。安田雅史大好きな漫画ジョジョについて語るよのコーナー。さてこのコーナーは緊急企画、まあ、小林さんがお休みのため、まあ、やたらと緊急企画が多いんですが、まあ、安田雅史以前からちょこちょこ漫画好きであるのはお伝えしていたと思うんですが、まあ、こういう機会をいただけるということで、まあ、コーナーのタイトル通り、まあ、ジョジョについてお話ししていこうかなと思います。まあ、そもそもですね、このジョジョというのは、まあ、正式なタイトルではなく、まあ正式なものはジョジョの奇妙な冒険と言われる、漫画なんですね。まあ、作者は、荒木裕彦先生になっており、集英社の少年向け漫画雑誌週刊少年ジャンプに1986年から、2004年まで、集英社連載されており、集英社の、青年向け漫画雑誌ウルトラジャンプに、2005年から長期にわたって、まあ、連載されております。まあ、シリーズの単行本は、まあ、100巻を超え、まあ、累計発行部数は2016年の12月の時点で1億部を突破したようです。そしてですね、2006年の文化庁メディア芸術祭10周年記念アンケート企画で、まあ、日本のメディア芸術100選の漫画部門で2位に、選ばれている、漫画なんですね。まあ、この作品の全体のテーマなんですが、まあ、人間桜花というテーマになっております。まあ、仲間たちとの、まあ、絆だったり、まあ、強敵との死闘など、まあ、少年漫画の基本を抑えながらも、まあ、個性的な表現方法とホラーサスペンス的な不気味さで、まあ、独自の世界観を築き上げており、まあ、その作風は王道を生きながら実験的と評されているそうです。またこの作品はですね、まあ、実写映画化されており、2017年の8月4日に公開されました。まあ、主演は、山崎賢人さんで、まあ、その他にもですね、神木隆之介さん、小松菜奈さん、山田孝之さんなどなど豪華キャスト陣で制作されております。まあ、ただですね、まあ、僕は残念ながら、まあ、スケジュールの関係でまだ見ていないんですね。ぜひとも見てみたい映画の一つでもあるのが、事実ですね。またですね、作者のですね、荒木先生はずっと若さを保っており、例えばですね、10年ぶりにインタビューしたインタビュアーさんから、まあ、当時と比べて全くお変わりないですねと、
むしろ若返ったくらいで驚くばかりですと、さすが波紋の使い手とかと作品にちなんで驚きを表されたそうなんです。いや、ずっと若いというのはいいですね。僕も、今の容姿若さを保っていけたらなと思います。そして、まあ、この、ジョジョですね、まあ、僕がこのジョジョの作品に出会ったきっかけなんですが、まあ、この作品と出会ったのは、まあ、高校生の時なんですね。で、高校生のクラスメイトに、面白い漫画ないかって僕が、まあ、普通に聞いた時に、ジョジョ知ってるって言われてですね、いや知らないってなって、まあ、そこから、紹介されて漫画を借りるようになったのが、まあ、このジョジョというもの、あの作品をですね、読み始めるきっかけなんですね。まあ、僕は高校入るまではナルトだったりブリーチだったり、まあ、本当王道中の王道の少年漫画が、まあ、大好きでよくそれを読み漁っていたんですが、まあ、この、まあ、ジョジョという作品なんですが、まあ、その先ほど言ったナルトとかとはちょっと作風が違いましてね、初めはあれなんですね、あの面白いのかなみたいなちょっとのあったんですが、いや全然もう読み始めたらどん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 ハマってしまい、もう今となってはもう大ファンで、もう今じゃもう漫画も見るしアニメも見るしみたいな感じなんですね。そんなのでお金を貯めてですね、まあ、ぜひ、まあ、漫画の全巻買うのはもちろんなんですが、まあ、今アニメ化っていうふうアニメ化もされており、まあ、そのアニメの DVD だったりあとフィギュアとかですね、まあ、そういうのもいろいろ出てるんで、まあ、全部、まあ、できたら買いたいなというふうな心の底では思っているんですが、まあ、まだまだ漫画も先ほど、説明もしましたが、まあ、100巻以上あるのでちょっとまだまだ全然、揃えられていないなというのが僕の現状なんですよね。そしてですね、まあ、この漫画の好きなキャラクターがいるんですが、まあ、いっぱいいるんですが、まあまあ、よくまあヒーロー側とまあヴィラン側、まあ、敵役ですね側の方があるんですが、まあ、ヒーロー側は、ジョセフ・ジョースターという、キャラクターがいるんですけれども、まあ、そのキャラクターのどこが好きかと言いますと、まああれですね、本当にその普段はですね、なんか気さくというか冗談とかそのふざけてる感じなんですが、本当戦う時は相手の思考の裏を読んだりとか、そういう冷静っていうかその戦略的な頭脳というか普段とは違うそういうなんか面があってですね、あこの主人公普段はだらしないのに戦いの時はすごいあのかっこいいなって思って、まあ、その姿が本当にかっこいいなと思って好きですね。まあ、次にヒーローで好きなのは、まあ、空城城太郎という、キャラクターがいるんですが、これが一番多分このジョジョという作品を表すのに一番、顔的なキャラクターなんですが、まあ、このジョジョという、キャラクターですがですね、本当にこの作品の中で一番、強いキャラクターなので、まあ、やっぱ男の子は一番強いキャラクターに、憧れるという、まあ、ただ単純なやつなんですがこのキャラクターが好きですね。まあ、ということで長々と喋ってきましたが、このジョジョという、物語、ぜひこのラジオを聞いてですね、あもし読みたいなと思っている方はぜひ読んでみてください。以上、安田雅史大好きな漫画ジョジョについて語るよのコーナーでした。まさしの一人部屋プライベート編のコーナー、改めまして初めの2部、今回も小林さんお休みのため安田まさし一人でお送りしております。それではまさしの一人部屋プライベート編ということで、いただいたテーマに沿っていろいろとお話ししていきたいなと思います。今回はですね、プライベート編ということでいくつかテーマをいただいておりますので、早速、いきたいと思います。一つ目はですね、子供の頃はどんな子供だったかという、テーマで、まあ、僕子供の頃は本当にやんちゃで、まあ、家族、まあ、父と母がいて、まあ、3人兄弟なんですね。それの僕は末っ子なんですが、でその次男ですね、2番目のお兄ちゃんとは、年が2つ離れていて、まあ
古文じゃないですけどずっと後ろを ついて歩いて回っていたという、まあ、よくいるような弟的な感じでしたね。まあそれなんでお兄ちゃんの真似をしたりしてお兄ちゃんとよく怒られたりしていましたね。そしてですね、まあそれを次のテーマとちょっと関連あるんですが、まあ、野球を始めたきっかけにもつながるんですが、まあ野球を始めたきっかけが、まあ、やっぱりまあ兄が野球をやっていたので、まあ、幼稚園の頃からずっと野球をしている兄のそのグラウンドの隅で、まあ、ボールを手と手と投げてたり追っかけてたりしていて、まあ、それでまあ楽しいなと思って、まあ、それでまあ兄と同じ学童野球のクラブに所属して、まあ、それがですね、まあ、僕が高校まで続く野球人生の始まりでしたね。で中学校までの野球の試合で一番覚えてる、まあ、試合というか大会はですね、僕は小学校6年生の時にですね、まあ、夏、まあ、最後の大会ですねの地区大会で、まあ、見事、まあ、優勝することができて、まあ、もちろん僕も1番ライトで先発出場しており、まあ活躍してたかどうか今ちょっと思い出せないんですが、でも本当に優勝した瞬間はですね本当に嬉しかったですね。まあ、それは今でも覚えておりますし、その時当時もらった、まあ、メダルなんですが、それもちゃんと実家に取っておいて、まあ、たまに見るとにやけにしまうという、まあそんな僕の輝いていた時期もあったんかなというふうに思いますね。そして高校野球についての、まあ、当時の思いと今の思いの違いということであるんですが、まあ、今、まあこの前 の夏の甲子園行ったんですが、まあやっぱり後輩というかやってるのを見ると、あなんか若いな、俺もやってたんだなみたいな、すごいなんか遠い過去を見るような感じでおじさんみたいな感じな思いをしてしまい、やっぱり当時はがむしゃらにやってたけど、こうやってまあ野球にやめるとか引退して、まあちょっと遠くから見るって見ると、やっぱりなんか輝いてるなというふうには思いますね。そしてですね、今まで訪れた、まあ、ジャスト50ですね、で訪れた中で一番印象に残ってる場所はということで、まあ、僕はこれは軽井沢駅ですねを挙げてるんですが、まあ、軽井沢駅行ってみたら本当に、もう本当目の前にショッピングモールというかそういうのがありまして、あすごいなと思って、降りたらすぐショッピングができて、まあ、しかもそこからすぐ、新幹線で帰れるということで、わこんなに軽井沢はその敷地面積もすごい大きかったんで、まあ、楽しすぎて疲れてしまったということもあるんですけれども、予想をいい意味で裏切られたという感じで本当に印象に残っておりますね。そしてですね、好きな女性のタイプはということでですね、まあ、好きな女性のタイプ、まあ、僕は、まあ、ズボラな性格をしておりますので、まあしっかりしている女性がいいかなと思いますね。あと家事全般ができないの、できないって言っちゃあれですけど、一応やってはいるんですけども、あれなんで、まああんまり押し付けるのもよくはないとは思うんですけど、まあ、料理できる方は本当に魅力を感じるなって僕は思いますね。なのでまあそれを総じて言うと、まあ家庭的な女性が僕はタイプなんじゃないかなと思います。そして、まあ、男にとって必要なものは夢か経済力かということで、またこれは本当に両極端ですね。どっちがいいんだろう。でも夢がないとなんかただただあれなんですかね、お金のために行きたくはないなというのは正直僕は思っているので、まあ、まあ両極端ですけど、どっちかかと言われたら、まあ、夢なのかなと僕は思ってしまいますね。はい、まあでももちろん経済力もやっぱりないといろいろできませんので、経済力も欲しい、まあ欲しいですね。この欲張りなやつ、もうやつですね僕は。そして結婚願望は、あもちろんありますね。結婚願望は結婚してみたいなっていうのはやっぱり思いますね。やっぱり両親を見ていると、やっぱ結婚っていいのかなと思って、まあ、2人で助け合って、まあ、子供ができたら、まあ、子供を子育てをして、
まあ、できれば親以上に幸せな家庭を作りたいなというふうな僕の、小さな、決意じゃないですけど夢みたいなものがあるので、まあ、親以上に、幸せな家庭を築きたいなということで、まあ、結婚願望はあります。そして、まあ、5年後は何をしていますか。5年後5年後だから27、8ぐらいか。なんでしょうね。できれば大きな仕事、まあ、欲を言うとですね、大きな仕事をもらって、そうですね、ドラマとかのレギュラーエキストラとか、まあそういう今よりはやっぱりちょっとレベルの高いところの仕事をしていたいなというふうなのはやっぱり思いますね。そして、まあ、ここで一つだけ、まあ、仕事編が入ってしまい、申し訳ないんですが、まあ、作家さんがですね、言ってます、ということで、今後この番組をどうしていきたいですかというふうな、テーマというか質問が、来たので、まあ、この番組をどうしていくか、いきたいかと申しますと、まあ、やはり、まあ、一番はいろんな方に、聞いていただけるような、番組にしていきたいなと思いますね。まあ今まだまだ拙いこの、喋りになっておりますが、まあ、そこをしっかり直して、まあ、皆さんリスナーの方がですね、聞いてて楽しいような、もっと自主は何だろうなっていうかドキドキするようなですね、番組にしていけたらなって僕は、思っております。はい、まあ、できればできたらっていうか、目標ですね。はい、そういう風にしていきたいなという風に思います。ということで皆さんいかがだったでしょうか。まあ、なかなか公共放送で、まあ、自分を、語るというか、まあ、話してるうちに自分の中でもなんか考えがまとまらずに、まとまらずじゃないですね、考えがまとまってくるような、まあ、気がしましたね。まあ、とても、まあ、貴重な体験というか、まあ、実際いつもゲストの方にですねしていることを実際に僕がやるというみたいな感じで、なんかちょっと新鮮な気持ちになりましたね。ということで以上、まさしの一人部屋プライベート編のコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、今回も一人で番組を進行させていただいて、まあ、やっぱり小林さんというか、一人でやるというのを初めてなので、なんか不思議な気持ちでしたね。まあ、前回もそうでしたけれども、なんか自分なんか喋ってて、これ間違ったこと言ってないのかなとか聞いてくれる人がいないので、リアクションもこうやってやっぱ話してるだけなので、やっぱりなんか一人は難しいなっていうのが思ったのが一つと、でもなんか一人ってなんかいいなっていうのはちょっと少しだけ思ってしまいましたね。まあ、まあ、次にまたあるかどうか分かりませんが、まあ、次もちょっとやってみたいのかなというふうに思いました。まあ、そしてですね、まあ、この番組は皆さんからの、お便りをお待ちしております。宛先はですね、メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com です。はじめの2フまでどうぞよろしくお願いします。それでははじめの2フ、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。今回の番組のパーソナリティは安田まさしでした。皆さん最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。